マリア・イーボギュンは、ハンガリーの声楽家、オペラ歌手、音楽教育者。姓は、イボギュンと表記されることがある。いずれもハンガリー語風の読みであり、ドイツ語においては、彼女が活躍したウィーンでの方言、ベルリンでの方言ともに読みは、イホギュンとなるが、そのような表記をされた例は確認できない。歌手としては特に、モーツァルトのオペラ作品の役を得意とする伝説的な、コロラトゥーラソプラノとして君臨した。また、優れた音楽教育者として、数多くの門下生を育てており、とりわけ、エリーザベト・シュバルツコップを育てたことで名高い。マリア・イーボギュンは、オーストリア・ハンガリー帝国の大佐パルケンプナーと、オーストリアのオペレッタ歌手、イダ・フォン・ギュンターの娘として、ブダペシュトで生まれた。母親の名前が彼女の芸名の由来である。母親がスイス人と再婚したため、幼少期と少女期の大半をチューリッヒで過ごした。1909年からウィーンの音楽アカデミーでイレーネ・シュレンマー・アンブロスの下で歌を学び、フラウシャー教授とシュトル教授の下で演劇を学んだ。若きソプラノは1913年にウィーン国立歌劇場のオーディションに不合格となった。しかし、そこの指揮者であったブルーノ・バルターは、彼女の並外れた才能を認め、新たな活躍場所であるミュンヘンのバイエルン、国立歌劇場に彼女を紹介した。もともとイボギュンは、ドイツの小さな劇場でキャリアを積むつもりであったが、最終的には同意し、ミュンヘンで、プッチーニ、ラ・ボエーム耳でデビューした。3年後の1916年には、作曲家、リヒャルト・シュトラウスの急な依頼により、ウィーンで、ナクソス島のアリアドネ改訂版のツェルビネッタを歌った。同年、モーツァルト、魔的夜の女王で、病気の歌手の代役を務め、イーボギュンは、高い評価を受け、成功の基盤が形作られた。同年には、ヨーロッパで最も優れた女性歌手の一人として評価され、ベートーベン、フィデリオ・マルツェリーネ、モーツァルト、ホジ・ファンツッテ、フィガロの結婚などのオペラに出演した。1917年にはバイエルンの宮廷歌手の称号を授与された。同年、1921年に結婚したテノールのカール・エルプと一緒にプフィッツナー、パレストリーナ世界初演でイギーノを歌い、エルプはタイトルロールを歌った。彼らの歌の芸術でアーティストのカップルは報道と観客の熱狂的な嵐を引き起こした。イーボギュンはミュンヘンで行われた他の2つの重要な初演に主役で参加した。当時19歳だったエーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルとポリクラテスの指輪ではローラを、バルター・ブラウンフェルス、鳥たちではナイチンゲールを歌っている。1925、1926年のシーズンには有名になったイーボギュンがブルーノ・バルターに続きベルリン国立歌劇場に登場した。1932年まで同歌劇場の専属歌手として活躍した。同年にカール・エルプと離婚し、1933年にピアニストのミハイル・ラウハイゼンと再婚した。数々のコンサートツアーやオペラの客演で、イーボギュンはドイツや海外で数えきれないほど活躍している。ミラノスカラ座、ウィーン国立歌劇場、ロンドンのロイヤル・オペラハウス・コベントガーデン歌劇場、シカゴ歌劇場、ニューヨークメトロポリタンオペラなどに出演。また、1930年のザルツブルク音楽祭に、ドニゼッティ、ドン・パスクアーレのリーナで出演。しかし目の病気のため、彼女は1932年にオペラのキャリアを終え、1934年にはリート歌手としてのキャリアを終えた。その後は、ベルリン音楽大学の教員となり、後進を育成した。マリア・イーボギュンの墓イーボギュンは1948年から1950年まで、ウィーン国立音楽大学で教鞭を取り、その後再び、ベルリン音楽大学の教授となる。彼女は残りの人生をスイスで過ごしたが、事実上盲目であった。1987年10月3日、スイスのベアテンベルクで死去。95歳没。イーボギュンは、夫のミヒャイル・ラウハイゼンのそばで最後の安息の地を見つけた。彼の生家であるラインの墓地に埋葬されている。イーボギュンは20世紀の影響力のあるオペラ歌手とされている。第一次世界大戦と第二次世界大戦の間、ヨーロッパにおいて、ドイツでのオペラ公演の評価を高めることに大きく貢献した。数々のレコーディングによって、彼女の芸術活動の水準の高さを確認することができる。イーボ・ギュンは、オペラや軽音楽の有名な歌手の教育者であり、極めて優れた指導者でもあった。門下生には、エリーザベト・シュバルツコップ、リタ・シュトラヒ、イヴリン・ディアー、テア・リンハルト、レナーテ、ホルム、ヘルガ・コスタなどのオペラ歌手がいる。中でも、シュバルツコップをコロラトゥーラ・ソプラノに転校させたのはイーボ・ギュンであり、ベルリン音楽大学で教えた後も私的な生徒として個別指導している。1950年代に人気だったポップス歌手のギッタ・リントもオペラの歌姫の学生として教育を受けた。日本人でも東京芸術大学教授を長年務めた平原末子がドイツ留学時にベルリン音楽大学でイーボ・ギュンに師事している。ありがとうございます。